どうもこんにちは、ワルサギです。こんにちは、リサです。みずみ TV へようこそ。ママ、はい、重大ニュースが発表されましたね。ふくら P が結婚。待って待って待って、7月7日のクイズノック、マジ超面白かったから。ほう、ふくら P の結婚発表、マジみんな見た方がいいよ。てかクイズノックは見た方がいいよ。全く興味持ってないわ。まあ、ドドさん好きだもんね。重大ニュースあったね。ありました。もうお腹いっぱいです。いや、スクランブルは本当にね、多い情報が、うん、どうする、どうしよう。おさらいしよう。まず一番最初の発表から見ていきましょうか。はい、まずこちら、お大原麺誕生日グッズ。麺誕生日7月だったんだね。そうだよ。7月何日が誕生日なの？12じゃない？グッズが12日からだけじゃなくて、うん、そうかもしれない。いや、どうしよう、ステッカー欲しいの。でもステッカーだけに送料500円払いたくない。他のものも一緒に買いたい。ドズレシアストアでの販売だから、うん、他のグッズと買えばいいよ。そうだよね。だから他のものがいいのあることを願う。新しい商品この後出たしね。あ、ここと一緒に買えばいいよ。そうだね、そうする。というわけでママはステッカーだけ買うってことかな。でもこのさ、麺袋のマグカップかわいいよね。パパ使わない？使わないよ。持ってる？俺2つぐらいあるよ。使いづらいやつ。あの USJ、 俺が一人で行った USJ で買ったやつ。タイヤのね。タイヤのマリオカートのやつ、うん、熱くていつも飲めないってやつね。そう、熱いって、あの分厚くてね。そうそうそう、めっちゃ飲みにくいのよ。なんだ、じゃあ買わないのか。買わない買わない、うん、ステッカーだけ買うつもりです、うん、これ集めたいからね。うん、きっとね、これ今回の麺のデザインもボンさんとオラフ君のデザインにつながるんだよ。あ、言ってた、そういえば。うん、でも立ち位置的に間にきっとロズさんとオンリーちゃん来んじゃない。から繋がるのはまだまだ先ですね。はい、次。うん。書籍だね。そうや、やっぱ出たね。オンオラってくるんだったら。そうだよね。うん。やっぱ登録者数が50万人以上だと、うん、出るね。ああ。ボンさん出なかったじゃん。そうなんだよ。誕生日には。というわけでママもう早速これ予約しました。え？え？早っ。もう即ですよ、即。もう期間限定だからさ。え、どこで予約したの？アマゾン。アマゾンだとそのデータ特典なんだね。あ、そうだね。メッセージ入り画像がもらえるんだ、うん、毎回オラフ君もオンリーも来ましたよ。ああ、来てたね、うん。アニメイト行かなくていいの？アニメイトには別の特典があるからさ。そうなんだ。好きな人は両方で買う。まあ、これがボンさんならそれぐらいしたかもしれないけど、ボンさん出なかったからね。残念。ボンさん、いや、ボンさんの人生を一冊の本でまとめようと思ったら、うん、多分倍になるでしょ。すごく気になるよね。だって倍生きてるんだから。気になるよ。話題とかで、ね、10年前何してたんすかって言われると、何もしてないの一点張りなの。バイトとかしたんじゃない？まあね、そういうことだよね。役者やってたんだから。うん。もう、はい、それ喋れないこともあるだろうしね、ボンさんの場合。そのエキストラやってましたで、ここはこうでこうだったみたいなことは絶対言っちゃダメじゃん。そうだね、基本的に、うんうんうん、だから本人もしにくいんだろうね。多分そうかもね。はい、次、大原ラーメン。わあ、食品系来ましたね。お酒の次に来ましたね。お酒の次はラーメンだったね。俺食べたい。まあ、気になりはするよ。うん、この空の色ってさ、俺聞いたことないんだけど、みんな知ってる？有名なのかね。このね、特典のオリジナル箸置き付きって書いてあるんだけど、何これ。これ紙なのかな。欲しいんだけど、紙だったらどうしよう。紙じゃん。紙かな、やっぱ印刷された紙じゃんっぽいね。ペラっぽいよね。うん、作ってあげようか。厚紙に印刷すればいいんでしょ。そう、本当に紙だったら印刷すればいいじゃんってなっちゃうね。うん、箸置きできるぐらいの厚紙でいいんでしょ。真ん中ちょっとへこませればいいんでしょ。まあ、どうせ箸置きとして使わないから印刷しなくていいです。立てかければいいのか。うん、まあ、これ今回の発表ではまだ味とかは発表されてなかったんだよね。何味があるとか。え、北方ラーメンって言ってなかった？あ、マジ？北方ラーメンです。みんな食べたことある？北方ラーメン。北方ラーメンって結局何味なの？醤油です。おー、無難ですね。無難、うん、あのね、超うまいよ。じゃあこれは食べですね。何何何、もう一回言って。買いですね。味噌菌より高いのかな。味噌菌はカップラーメンだから。こっちは乾麺です。こっちはもう生麺じゃない？生麺か。具材もきっと選んでるはずだから、一食1500円くらいで冷凍で送られてくるとか。ああ、もうちゃんとしてるんですね。そういうことなんじゃないかな。わかんない。この空の色、まだ覗いてないからわかんないな、うんうんうん。楽しみだね。楽しみ。うん。はい。これまあ買ってもいいんじゃない？はい。そして、ドズルシャミュージアムナンバー。うん。これね、私たちも動画出してますんで、そっちを見ていただければと思うんですけど。うん。なんか新しい商品出てるね。ほら、東京でやった時には、寒かったから、ホットだったんだよね。それが今回、アイスに変わると。あと、ポップコーン。あ、ポップコーン出たの。お土産ポップコーンっていうのが新商品出てるよ。マジか。何味？キャラメル味。ずるい。食べたい。そして次。
はい、出ましたね、モノクロドズル社グッズ。いや、いや思ったの、モノクロじゃないよねって。おいや、もっとモノクロでよかったよ。まだ持ちづらい。もっとモノクロにすればもっといろんな人が持ちやすいと思うの。いや、いいんだけど、これはこれでね、足りないって思っちゃった、モノクロさが。この中で一番おってなったのはこのメタル缶バッジだったもん。これぐらいモノクロ、まあ、これメタルだからモノクロとは言わないんだけど、金クロだよね。うん、それぐらい単色でいいと思っちゃった。おうん、どうせならね。トートバッグの真ん中が全然あれだってことだよね。そうそうそう。ちょっとやっぱまだカラフルすぎちゃってるから、うん、持ちたいけど恥ずかしくて持てないっていう人って結構いると思うんだよ。うん、なんかモノクロにしたら、ちょっとそのハードル超えられると思ったんだけど、まだカラフルすぎた。あ、でもこの中からなんか買うんでしょ？ボンさんのアクキーと缶バッジは買おうと思ってる。なるほど。他はちょっとまだ悩む。グラス欲しいけどさ。グラス何個もあってもな。そう終わるもんじゃないじゃん。サイクルが長いからね。そう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 、一個一個ね。そうなんだよ、バッグもポーチも。うん、まあ、缶バッジとかね、アクストアクキー系はコレクションとかだから毎回出すのは全然いいんだけど、バッグポーチはちょっとね、どんどんかさばっちゃうからね。そうね、うん、なかなか全部買うっていうのは難しいよね。難しいね。はい、はい、次なんかやってたね、アタック25っぽいやつ。うん、そこで発表されましたね。なんか次の企画かな、これは。そうだね、ポケモン来たね。ポケモンもそうだし、任天堂のソフトってそうなんだけどさ、勝手に収益化しちゃダメなんだよ。許されてる会社って限られてるの。うんうん、ブームに所属してる人とか、うん、吉本の人とか、あとは有名 VTuber の会社とかだけなんだけど、うんうん、多分ドズル社も仲間に入ったんだね。あー、そうなんだ。ここら辺は多分いるんだろうね、そういうのに強い人が、会社に。ああ、いそう。ドズルがどうこうじゃなくて、なんか参謀的な人が。うん。強いね。強いね。すごいっす。うちらはね、ポケモンもめっちゃドハマりしてるんでね。おお、やってたね。特にママがすごかったね。ああ、かなりやり込んだから、このスカバイは。嬉しい。ドズル社かけるポケモンスカバイはすごく嬉しい。よかった。今回はね、ポケモンをやってるドズルとオンリーとメン、うん、3人対決だよね。あ、そうなの？うん。それぞれ3人がポケモンいろいろ捕まえて育てて、対決するんじゃないの、バトル。なんか時間制限があるっぽいね。だから、ボンさんとオラフ君はノータッチかな。うん。三つどもえの戦いなんだね。そうなの。いや、楽しみ。今は7月11日かな。そうだね、木曜日だから。うん、そして次、これが一番見たい。やばいね、これは。実写の、うん、猫人家に麺が来たみたいな、ね、そんなシーンだったね。麺実写で出てくるなんていつ以来よ。まあ、おそらくね、顔は出ないんだろうけどね。おう、うん、何が見れるんだろうね。帰宅部を招いて大原王決定戦みたいな。いや、3チームの戦いが楽しみ。楽しみだね。うん、どこ勝つと思う？ゲームで一番勝つのは同期チーム。そうだよね。大原ですよ。うん、けどでもどれぐらい大原目を知ってるかでしょ。うん、まあ、いつもの感じだとこういう場合だったら大原目は何をするかとか、どう答えるかとか、そういう質問だよね。うん、だからきっと PS はあんま関係ないはず。うん、でもオモラだよ。やっぱそう思っちゃうよね。無難に勝っちゃうの。あ、でもね、動画として勝つ、その要は面白い、この動画を彩る人たち、これはね、やっぱドズボンです。まあそうね、絶対にドズボン、うん、絶対面白くしてくると思う。そうで、天然をかます幼馴染チーム。てか、キヨキヨ？うん。いやー、楽しみ。予想としては、同期チームが勝つと。え、いいっす、いいっす。そこじゃないから、見たいのは。実写の面もどれぐらい絡んでくるかだよね。そうだね。うんうん。面が100メートル走りますとかね。何秒でしょうとか。そういうの見たいけど。そう、確かにね。大原を決定戦って確か一回やってんじゃないの？やってるとかやってる、うん。やってるよね。あの、あれでしょ？あ、ミキプルーンの打撃だ。そう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 。なぜわざわざ猫王子の家に行ったかっていうのもね。気になるね。気になるよね。楽しみです。実写込みでの大原を決定戦が見たい。うん、期待。うん、これが13日だね。7月13日公開。うん、そして最後かな。最後だね、うん、東京タワーとコラボ。来たか、レッドって思った。レッドじゃないよね、今回ね。そう、そうなんだよね。だから謎解きではないんだね。うん、タワー登りきるまで終われませんだって。パパ頑張って階段で行って。いやいや、エレベーターだよ。まあ、エレベーター行くから。なんでだって、外周階段もうなんか彩られてるんでしょ、ドズル社で。わ、ちゃんと階段で登り降りしないといけないんだよ。じゃあ頑張ろうね、一緒に頑張ろう。うん、いいよ、真夏。いやー、まあ東京タワーだから行きましょう。仕事休んで平日に行きましょう。仕事サボって行きましょう。まあどっちにしても夏休みだからね。絶対混んでるよね。うん、子供はいるよ。お盆以外で行きましょう。スクランブルは以上になりましたが、はい、最後になんか厚倉で発表とかって言ってやってたね。やってたよ。もうお腹いっぱいなのに、もうマジかってなったよ。デザート来た。別腹でしょ。しかも一番大きいデザート来た。どうしよう、どうしよう。
ここまで大きいかつ行ける距離じゃん、怖いが勝つの。なんで行きたいけど抽選外れたらどうしようとか、抽選当たっちゃったどうしようも来るの。本当に行けちゃうのみたいな。やめるっきゃないねシャットアウトするしかないね。いやー、いや応募しますよもちろん。抽選一人で行ってくる一緒に行こうよ、縁日あんだから。一人でキャッキャできないから。誰かと一緒に行けばいいじゃん。お友達、この動画を通じてお友達できてるよね何人か。チケット当たったんだけど一緒に行かないいや誘われたら全然行きますけど。ああ誘われたらね。誘われたら行きますけど誘う勇気ないっす。そっか、じゃあ応募するんだね。応募します。あつくらには推しがいっぱいいるんで。ああそうだった。そうだよ、ボンさんだけじゃないから全員に会えるじゃん。そうなの。いや気になるところは大村とかよ。ああ、なんかモニターで参加って書いてあったよ。舞台裏とかにいるのかな。いると思う。大村とルザピメスとかもあれなのかな。その辺の普段顔出ししてないメンバーとかがやっぱ気になるし。当たるといいねまあ抽選なんでね、その時間ぴったしにピタって買わなくていいんで。そういうわけでね、はい、怖いんだけど、とりあえず抽選には参加すると。参加する、うん、もし外れたらペーパービュー見ると、うん、いいんじゃないでしょうか。なんかペーパービューだけのチケットが販売されてないんだけど、で書いてないんだけど、あれ何なんだろうね。ね、今はまだないだけで、まあ、この先ありそうだけどね。やっぱ地方に住んでる人とかは難しいからさ、見たいもんね。見たいよね、うん、絶対そうだよね、うん、まあ当たることを祈っておきましょう。はい、というわけで、もう情報過多でお腹いっぱいだよという方、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。